はい、というわけで今日なんですけど、電動来ましたね、新しいの。いやー、なんかね、嬉しいのと嬉しくないのと。わかります？この感情わかります？嬉しいと嬉しくないの入り混じった感情。チャージ得点は、全部取ったわ。いや、どうなのかね。なんかちょっとペース早い気もするけども、なんかついこの前来たよね、確か。EX 電動推奨で、これ何？なんかこれ結構この衣装いいねみたい言われてるけどさ、ちょっと俺理解できないんだけど。天地に降臨する。うん、まあまあ悪くはないのかもしれないけど、うん。燃え盛る洞察の前。なるほどね。ほとばしる炎だ。でこれ、あ、覚醒できるんだ。へえ。あ、すげえ。なんか大気上猛暑みたいなんだこれ。まあ、かっこいいね、かっこいいけど、銃とかさ、車に比べちゃうとね、ちょっとだよね、ちょっとだよね。で、今回 M16 ですね。やっと M16 って感じですよね。あー、100キロで覚醒なんだ。あー、なるほどね。これがどうせつくだけでしょ、これ。あ、かっこよ。え、かっこよ。いや、電動、いやー、もうかっこいいわ、もう。電動えぐいな。ちょっと待って、激アボイス。ああ、なんか似たような感じのエフェクト。うわ、かっこよ。おい、かっこよすぎるだろ。なんだこれ。ああ、やば、これが一番いいわ。でこれが20キルでなんか覚醒すんだ。覚醒すると何があるのこれ。クーペだよね、確かね。クールダウン中。おおおおおおおなるほどね。覚醒するとこれが使えるようになるんだ。あ、消えちゃうのね。あー、消えちゃった、ついに。あーあーあー、消えちゃったわ。あー、なんか速くなりながら消えちゃうみたいな感じね、要するに。オーケー、じゃあちょっと引いていきましょうか。なんかさ、手榴弾とか出るとこ言ってなかった？交換枠か、電動ショップ。投擲物パック。え、これ、ちょっと待って、見たいな。ちょっと見てみましょう、これ。激アイベクト。かっこよすぎんだろ。音もね。音もかっけえし。これは木。あー、やべえ、やべえよこれ。うわ、ついに投擲物の電動きた。なるほど、もう電動全部揃っちゃったらいらなくないもん、逆に。大丈夫そう。さあ、というわけで早速引いていきましょうか。いきます。ポンシェイン、初回だけね。いやー、もうなんだ、もちろんさ、パーセンテージ低いんだけど、なんか早く引いてほしいよね。早く出てほしいよね。うん。でも最初の週だけね、10連8、なんだ ?8 回分で10連いけんのね。まあ、これちょ、連打できますよ。どん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 ね。うん。まあ、長いんでね。600連だから、600連。わかります？ 600 連って。もう、わけがわかんないでしょ。確か600円だよね。あれ ?600 円。ちょっと待って。一回ちょっと待って。じゃあ、AI 銃撃だと。全然、なんかいいの出ない感じかな。なんか、うん、引き良くないな、あんまり。多分600何十連だよね、確かね。確かそうだった気がする。今んとこチケットがなんか、なぜか100枚あるから、それを消費してるような感じなんですけど、まあ、とりあえず連打するわ。うん。もう見てる、一個一個見てらんない。もう電動ガチャって。金車とか出てもなんか、あー、金車今見、金車なかったみたいな、なんかそういうさ。金銃なんかもうもはやもうスルーだよね。うん、ていうか金銃1本しか出てないけど大丈夫。金銃まだ1本しか出ない。おー、よし、2本目ですね。ちょっと待って、1回ちょっと待って。これいただくわ。うん、これだけしかもらえないのこれ。OK、行きましょう。シャキーン！いや、神引きしてくんねえかな。今130連ね。OK、OK。早いもんだわ。連打すればすぐだから。あ、こんなの。電動ガチャはさ、まあ、相当ね。おい、11結界、OK。金チケ出ねえかな。1、2枚金チケ出てほしいんだけどな。なかなか出ねえんだよな。いや、電動ガチャってさ、なんだろうな。ね、なんか一回一回の重みがないというかさ、もうほぼほぼさ、1枚目って戦場じゃん。1枚目で神行きした人いる？パン！なんつった今俺。1枚目で神行きした人います？なんか2回目ぐらいなんだよ。大体神引きするときって、うん。運がいいときって。1回目で神引きしたこと1回もないわ。いやー、どうせ600連引くんだよな。もう嫌になっちゃうよな。俺の狙いはもちろん、金車というか電動車、クーペなんですけど、まあ、どっちかっすよね。M16 かどっちか出てほしい。
っていうと大体衣装出るんだよね。マジで衣装だけはやめてほしい。マジで衣装だけはやめてほしい。うん、それ衣装出たらもう多分引退します。赤は。さすがに赤。衣装は辛すぎる。うん。衣装出てもう一回天井まで行こうかなって思わないからね。うん、まあ2回目は確実になんかあれもらえるらしいけど、水晶ね。EX 電動水晶もらえるんだけどさ。そういう問題じゃないから。いやー、今何年引いたんだろう俺。どこまで来たんだろう俺は。もうちょっと引いてから見てみましょうか。いやもう出るあれがないもんね。神火機能がないんこれ。本当に。1周目。2周目でだいたいなんか200、俺が引いた実績としては270連ぐらいで電動水晶出ましたよって感じなんだけど。まあ1周目出ないよね。ああ、使わせるわ。もう400連引いたんだけど。数分で400連。600連か。うわー、まだ遠いな。これ適当に課金したんだけどさ。足りるから。全然足りる系？さあ、来い。来ちゃいなよ、もう。禁止は一回も来ねえな。いや、金獣何本ぐらい取った？見てなかったんだけど。さあ、これも金、どうせ金獣。はい、金色のものは全部、はい、どうせ金獣。まあ、金獣でもね、チケット必要ですからね、今ね、このご時世。まあ、いいんですけどね。てか、クーペ欲しいな、マジで。これ、マジで衣装だったらどうする？いや、そんな、ネガティブなことは考えちゃいけない。衣装だったらとか、思うと危ないから、一番、それ、考えが一番危ない。待って、マジで、そろそろ。おっと ?500 連。あと100、ちょっとだっけ。え、600連だっけ ?650 だっけ ?600 連だっけ。まあ、ちょっと590で止めましょうか、一旦ってね。一旦ね。はい、10?20? いや、怖えな、マジで。30? いや、そろそろなんか、引きそうな気もするしな、なんだったら。急に来そう。40? ちょっと、ガチ怖い。50? ガチ怖い。ガチでそろそろ来そうな気がする。60?70? 待って怖い。待って怖い。怖い。本当に怖い。本当に怖い、これ。いや、70連ね。OK。あと30連。100% 来ますからね。いや、マジでさ、クーペ。クーペ1点狙いなんだ、俺は。3分の1でクーペ。いや、電動水晶来てほしい、なんだったら。これで、ね、まだでね。さあ、来ました。次の10連か。毎回この瞬間具合悪くなるよな。行くか。行くしかねえよな、もう。だってこれさ、これ天井まで行くのにほぼほぼ10万近くかかってるでしょ、これ。まあ、8万とか8万ちょいとか。バカ高えからね、これもう一周やろうってないからね。ガチで、ここにか、すべてをかける。クーペ1点狙い、お願いいたします。来い。頼む。お願いします。クーペ、ゴッシー！いきますよ、いきますよ。クーペ1点狙い。うわ、手に汗かいてきた。怖すぎる。待てよ。いきますよ。これ。クーペだったら勝ち。衣装だったらありがとうございました。いきます。はい。微妙！いや、でも衣装じゃなくてよかったわ。だってもしさ、これで次天井に行くことがあったとしたならば、ね、電動水晶だもんね。よっしゃーい！おぶねー！怖すぎる！ちょっとね、これ近いうちあれやりましょう。あれやりましょう。なんだっけ。確かこれ覚醒あるもんね。覚醒がね。ありますんで、100キル覚醒ね。100キル覚醒やりましょうか、これね。近いうち。いやー、よかった。衣装じゃなくて。他の実況者さん衣装なってねえかな。お、すげえ。すげえ、これ。もう、もはや持たない。おー、なんか寄生虫みたいなの出てきた。さあ、寄生虫が出てきたかな。もう、もう持たないもんね、もはやね、今やね。目の前にこう、かざすから今や。荒野行動、そういう時代だから。シャキーン！これだわ。もう、竜が乗っかっちゃってますからね。覗くとこんな感じ。アイアンサイトね。待って、そうだ。スコープ。ドットだとこれ。おぉ、かっこいい。おぉ。ピピピピピンってする。ピピピピピンってする。おぉ、待って、見ちゃったよ。で、これ4スコだとこんな感じ。4スコもあんのかな？あー、いいね。なんかちょっとエヴァっぽいよね、色がね。もうすんげえ下手。すんげえ下手で草。おーい。やっぱ電動いいよね。こんな音なんだ。これなしにしても。おー。いや、これはなんか久しぶりに電動らしい。このエフェクトというか。
いや、いいですね。補充するとき、ほら、なんか弾入れんのよ。これでしょ？ほら。すごっ！一人称視点は？さあ。おっと、竜のドラゴンボールが出てきて。うわぁ。これさ、周りのみんなも見れるようなあれだったらかっこいいんだけどね。見えないんだよね。おい。えぐいわ。この弾補充して。うわ、すごっ。あ、でかいでかいでかい。いや、いいね。これもう一生使うわ、これ。M16。これはかっこいいわ。クーペ取るかどうかは、悩みます。一生悩むことにします。クーペ取るかどうかは。クーペ、なんでもな。クーペ電動枠ねえからな。ちょっと必要な気がするけど、どうなんだろう。考えます。まあ、以上、中途半端な結果、M16 でした。お疲れ様でした。ブイ！俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ。文句あるなら俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hololive ステージも淡いな。